皆様おはようございます。奈良県代表浅井美穂です。本日は午前中が自主トレーニングということで、私は先ほどまで部屋で体幹のトレーニングをしていました。そうですね、昨日はなかなか自分なりにうまく自分を表現することができず、すごく悔しい思いをして、部屋に帰ってからこれでもかってぐらい涙を流しました。そして今はすごくすっきりしています。ちょっと目が腫れてるんですが、はい。で、今日はとっても天気がよくって、昨日は雪が東京でも降ってたんですが、今日はすごく天気がよくて、部屋から見える景色がすごく綺麗なので、皆さんにお伝えしたいと思います。こういう風な日本庭園が広がっております。散歩もできるので、トレーニング中に、ビューティーキャンプ中に絶対行きたいなって思ってます。はい。ビューティーキャンプ、いろんなことがあります。私はなかなか自分を前に出すことができないので、そういう自分を変えたくてここにいるので、今日からまた新たな気持ちで頑張りたいと思います。では行ってきます。